ハロー YouTube ニーハオヨークワン林中です。ですね、今日もですね、日中を股にかけたバイリンガルで生きていくの僕が皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは、世界の3分の1を知らないということで、皆さんよろしければね、チャンネル登録をして、中華ニュースを追っていってみるのも、いいのではないでしょうか。はい、今日のニュースはですね、中国の、ね、あの社会の構造を、ものすごく、反映した、ニュースとなっております。とある、ね、あの公安局、公安局って、あの公安って、あの、まあまあ日本語で言うところの、あの警察みたいなもんですね。公安局長がですね、まあ、賄賂として、高いお酒を受け取って、それを転売することで、あの最終的に、あの85万元の、あの利益を出していたと。85万元だから、まあ大体日本円にすると、まあ1300万円ぐらいの利益を出していて、でそれで見つかって、あの共産党の党籍を剥奪されて、もちろんね、あの公安局長のもう辞任させられたと、そういったニュースですね。あのね、これね、もう本当にね、あのちょっと日本じゃちょっと怒らないと思うんですけども、あの中国国内の、あの、まあ、社会の構造を反映している事件だと思います。要はね、あの、まあまあ、直接賄賂として、あのお金をくれないから、あの価値のあるお酒、まあ、いつものね、あの倍重ですよ、茅台重ですよ、これを送って、まあまあ貯めといてもいいし、そのうち誰かにあげてもいいし、要はね、あの貨幣としてのあの効果があるんですよ。だからこれ、あの倍重コインとも、あの言えますしね。この倍重はですね、あの飲むと、あの若い女の子が、あの逃げていくので、あのね、中国国内ではこの倍重を、飲まないようにするだけで、それなりにね、あの周りに、女の子がね、あの集まってきます。これ本当です。もう僕何回も試してるんでね。まあまあ、その芸能界での飲み会のことなんですけども。まあ、あっちの方でね、あのダサい監督と、あの、まあ、主演俳優とかがね、まあ、倍重持って元平元平ってやってる時に、僕はね、ちょっと倍重はね、そんな飲みたくないんで、ちょっと距離を置いてね、あのビールをあのチビチビ飲んでいたら、その女優さんとか、あの女性スタッフの方たちが、あの僕の周りに集まってくるという、そういった現象をね、あの体験してますんでね。ですね、それでですね、今ね、あの、クイチョーマオタイ、まあ、マオタイ州がですね、あの、まあ、最高級だとされているんですけども、これね、あの、実はね、結構ね、あの、最近のことなんですよね。ちょっと、僕ね、あの、お酒に全然興味がないんで、あの、昔のランキング、忘れたんですけども、まあ、昔ね、あの、昔ってもう7、80年前に、この、紀州マオタイの、まあ、工場がですね、あの、共産党に協力して、なんかね、あの、戦ってる時に、途中でこのお酒でなんかねぎらったのかな、ねぎらったとか、そのお酒に足をつけて疲れを癒したとか、なんか、そういう話だったと思うんですけども、そういう風にして、その中国のね、あの、中央と、あのコネクションを持って、どん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 ね、あのこのマオタイ州の、紀州マオタイ州のね、まあ、値段がね、あの上がっていったと、そういった話があるんですよ。なんかもともとはその他の、ブランドのね、倍重の方が、その価値的には上だったんですけどもね、まあまあその、まあ、共産党とうまく、コネクションを作ったおかげで、このマオタイ州のブランドの価値がどん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 上がっていったみたいなね、話があるんですよね。まあそれでね、あの現代ではね、ちょっと日本じゃわからない感覚なんですけども、このね、あの、まあ、マオタイ州倍重っていうのがある種その貨幣 の役割をして、まあまあ中国社会でね、こうワイルドしてね、あの、まあ、巡っていってるんですよね。もう僕はね、あのほら、まあ、別にお酒を飲んじゃいけないとは、あの言わないんですけども、あのこれはね、本当にね、あの社会の毒だと思います。もちろんね、あの体にも悪いし、賄賂にも使われるし、最近ね、あの例の病気が流行っているのでね、あのこんなね、あのアルコール濃度の高い酒を飲んでいたら、もうそれはもう免疫も低下しますよ。というわけでね、あのもうこの、まあ、まあ排除とは言わないけども、そんなになんかね、あのみんなしてね、あのもう断るごとに
そのコネクション作るためにねパーティーを開いてあのガンガン飲むようなあの文化っていうのは、僕はね良くないと思います。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。